よしょと。どうも、としひろです。こんな感じで。何も決まってんから。結局ね。夏を楽しむ。そうですね。三部作。三部作をね、決めないかんわけよ。とりあえず虫取り。虫取りと、うん、そうめん。そうめんですね。そうめん流し。流しそうめんのエクストリーム流しそうめんでいい。あ、いいですね。12秒ぽくてちょうどいい。あとは手作り花火。手作り花火。今日程決め。日程さ、はい。虫取りが6から7で。6、7で、あとだから花火をいつにするかですよね。花火？いや、やっぱ夏の終わりにやっぱやるイメージあるぞ。花火といえば。で、最後その花火がバーッと出てきて、終わった瞬間にこう。半日は欲しいですかね。半日欲しい。半日欲しい。大変やね、動画の企画。いや、やっぱ大変やね。うん、3本撮ろう思ったら。そうそう。やっぱ夏の思い出やから。まあまあそうですね。北公園。ほう。昔、うちのね、親父と、それこそ虫取り行きましたよ。ああ、そうなんですか。はいはい。そこや北公園、駐車場が、まあちょっと制限あるんですけど、24時、6時から24時が空いてる。一人、留守番とかな。留守番、ああ、車の中に、ね。車の中に。ああ、好きもダメし。ああ、いいじゃないですか。そうですね。あ、黒さん虫嫌いやからって言って、うん、まあちょっとやっぱアカデミックな動画にしたいから、そうそうですね。教養があって、ちょっとだけ泣けて、でも笑えてみたいな。もうそれいつもテーマにしてますから。あ、そうそう。まあ私の動画です。下見るぞ。下見るな、これ。下見とこの下見るな。まあでもこの夏はもう戻ってきませんから。そうですよね。そうめん食べるのとお盆じゃない。そうですよね。そうなの。そうめんっていつ食べるの。じゃ調べましょうか。そうめんっていつ食べるの。ほら、あった。お盆にそうめんありました意味。その意味は意味あんのやめてや。なんか遠慮ありんちゃう。生命の螺旋状の渦巻き。あー、七夕にそうめんとの関係。幸せが長くは。いい意味よ。いいですね。幸せが細く長く。やっぱお盆にそうめんは食べるべきなんや。決まり。サイズ感どう考えてんの。サイズ感、この部屋の感じでしょ。こう、あ、これベランダ。ベランダから、ね、ベランダから、だからベランダをこう、L 字を曲がってきて部屋が入ってきますよね。はいはい。いや、一体ユースの方、ユースしてくるの。ユーしましょう。ユーするの。ユーしましょう。え、だから最初結構高さすごい高めから。高さ相当いいな。そう思います、います。結構な距離あるんで。水、水そっからくっしょいてんやろ。そうそう、こう緩やかに。でも思うのは緩やかにいくんだけど、それを支える支柱をどうするかなんですよ、本体って。こっからこう水引っ張れるから、こう、こういくんやろ。ここで次、あの洗濯機の水が外あるから、そこでもう一段階支柱いけるから。あー、なるほど、ここで。じゃあここいらなくねってやるんですよ。ここで曲げられてる。ここで曲げたいですね、ここで。だからここでやっぱ一人いますよ、ね。はいはい、一旦曲げて。で、ここに支えが一人おったんやろ、こうやって。そうそう、ここにいる。で、ここで入っていくよね。はいはい。ここメインストリートで。タワー欲しいね、これ。ここね、タワー欲しいね、ここ。ここ象徴するって。最後直角行。あ、ここ直角行で、最後。こう行って、スン行って。ここで、あ、この辺り。くるっとくるっとこんまここ、じゃあくるっと回転させる台作って、で、ここでピョンって飛んで、はい、最後ここで、キャッチ。こう。あ、こう。あ、いいじゃん。設計図いるで、これ。やっぱりいる。え、いるし、どんだけペットボトルいるんやろ。いや、めっちゃ牛乳パックと牛乳パックペットボトル。ありえるね。うん。工作っぽいし。僕たちはその家にあるもので、手軽にできるよ。ただ今回は大人が作るので、本気だよっていう、ところですから。だし、社会は。そうめん、ちょっと作ったんや。作ります？そうめんだし。なるほど。僕の家、コンロないから。加熱なし。加熱なし。忙しいぞ。忙しいであんた、夏休み。遊べると思うなよ。よすみ、もう君にささげてるもんね。ささげてる。もう3日取られてるもんね。もうそうそう。もうそれだけで。貴重な。忙しいな。じゃあそれで行きましょうか。まあ、今日は。はい。え、今日何決まったって言ってくる。いや、もう全部。じゃあ、じゃあ虫取りのさ、段取り何も決まってないですか。とりあえず虫取りのあれはちょっと下見ていきますかね。あ、一旦行って。はい、で、あとは各々が思う格好で決まっていっちゃいますよ。制服欲しいな。制服やっぱいるね。制服、こんな夏隅々まで楽しんでる人もおる。おらんよ。職人。大体職人。そして昆虫採集。昆虫採集に。怖さ恐怖心もあり。もあり。で、最後涙、涙あり、感動あり。こんな夏を
彩るね。彩ってるね。フェス1個も行ってない。花火大会も1個も行ってないし。なんなら花火大会の裏でやってますからね。そう。うん。しかも行けるね。来ますね。しかも今日喋ってんの展示祭りっていうね。そうですか。展示祭り。うん、まさに。マジか。まあ、というわけで、そういう夏の動画たちが今後ポン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 生み出されていると思うので、お楽しみにというお知らせでした。楽しみ。大丈夫。はい、というわけで和田敏郎でした。バイバーイ。